さてこんなデータがあります出生数の推移です1970年代からの数字なんですがご覧のように下がり続けているんですね、うんはい、そしておととい厚生労働省が最新の数字を出しました去年の出生数は79万9728人これは過去最少なんですね、はい、7年連続、7年連続で減少していて、うん 統計を取り始めて以来初めて80万人を割りました岸田総理はこれについて危機的な状況だと認識しているとお話をしています